LINE ヤフーはスマホ決済サービス LINE ペイを2025年4月30日をもって終了すると発表しました。LINE ヤフーのプレスリリースです。LINE ヤフー株式会社と LINE ペイ株式会社は、日本国内におけるモバイル送金決済サービス LINE ペイを2025年4月30日までに順次終了することをお知らせします。 タイ及び台湾の line pay は本サービス終了の対象外であり、サービスは継続されます。line Pay ユーザーの皆様にはこれまでの長年にわたるご愛顧心より感謝申し上げます。日本国内の line pay における決済サービスは一部を除き、2025年4月下旬までご利用いただけます。また、今後希望するユーザー向けに line pay の残高を。 ペイペイ残高に移行できる機能の提供を予定しています。ペイペイへ残高を移行することで、ペイペイの加盟店でのお支払いなどを引き続きご利用いただけます。ペイペイ残高への移行機能の手続きの詳細は、2025年2月末までに特設サイトにてご案内いたします。